いやー、サイエン台湾、つです。まなです。今日は残念なお知らせがあります。おー、どうしたの？コロナの影響で、テンヤが台湾から撤退します。テンヤは台湾に本当はいくつあったの？もともと3軒がある。3店舗あったんだけど、全部台湾から撤退するってことか。そう。11月30日まで。もともとテンヤは2018年から台湾に来て、台湾で超人気。天丼といたら、テンヤ。その中でも有名な店舗ってあるかな？台北駅。台北駅の日本食街みたいになってて、日本食のお店がたくさんあるもんね。そうそうそう。通勤の人、もうすぐ食べれるし、今日は食べながら、もし機会あったら、店員さんにインタビューしたい。私今11月の半ばだから、撤退する前に台湾でも天野を味わいたいね。そうそうそう。ということで今日の企画は、天野は台湾から撤退します。私たちは台北駅のプリンス1階の少年会がいます。台湾でも何回か紹介したよね。いろんなお店あるもんね。今お昼の12時だけど、すごいね、並んでるね。私、思い出した、タイで食べたことがある。そうだね、ズズお前日本で1回食べたことあるね。そう、その思い出の味を台湾でも食べれるんだね。そう、早速ですか、ちょっと並ぼうか。そうしよう。店内広々としてるね。日本とちょっと違う。そうだね、日本だと早く食べれるレストランって感じだけど、ここは本当にゆったりできるレストランだよね。メニューは何が違うかな。こちらがメニューなんですけど、今ネットで日本の店屋のメニューを調べたんだけど、今日本にある店屋のメニューよりもちょっと多いような感じがするね。天丼とかは逆に多いかな。で、私も意外だった。それは11月の中旬時点で日本にないメニュー、海の幸天丼とか肉盛り天丼とかもなかったね。次は何を注文する？なんかさっき日本はないメニュー、海の幸天丼、海鮮ばかり、天丼。あとはマナー何が注文した？今まで天屋でいつも丼だったの。だから今回はうどんとかそばを食べてみたいな。そばいいね。そばおいしい。こちらは私たち注文したの。これは私の海の幸。上がすごい豪華だね。すごい豪華。何が入ってる？カニカマ、アナコとキスあるし、あと海苔もあったし、美味しそう。食べてみる？この海の幸天丼いただきたいと思います。先にこのご飯を食べましょう。日本の丼のご飯が大好き。ソースと一緒に食べたらめっちゃ幸せ。いただきます。本当に幸せ。この味、日本と同じ。めっちゃ美味しい。今日ね、サインと一緒に日本の天丼に食べたら、本当に一番好きなのはお米とソースの組み合わせ。あれめちゃくちゃ美味しい。このタレはあと日本の天ぷらのソース同じ味。ご飯と一緒に食べたらめちゃくちゃ食欲そそる。じゃあこれ一緒に食べるね。最初はこれキス。いただきます。めっちゃ美味しい。本当に日本の味。日本の天ぷら一番好きなのは衣。ちょいちょいサクサクして、でも衣が薄いからすぐなんか中身食べれる。なんか本当に美味しい。台湾の錦レストランはあの天ぷら、たまには衣が柔らかいという天ぷらがあんまり好きじゃない。サクサク派だから、これ私の口に超合う。カニカマ、いただきます。いろんな海鮮があって、海にいる感じ。泳いでる私。アナコ長いね。いただきます。すごい、スプーンで食べる。あのアナコの具の部分は超柔らかいし、臭みもないし、本当に美味しい。幸せ丼だよ。もうサチ丼でしょ。幸せ。初めて天屋でそばを食べます。いただきます。
すごいシンプルな味が日本のお蕎麦を思い出す。卵が入ってるから出汁もすごい卵の味が効いてる。シンプルだからこそ天ぷらの味を引き立てるのかも。ちょっと天ぷらも食べてみたいと思います。エビが大きい。いただきます。でも来てからちょっと時間経ってるんだけど、時間経っても衣がサクサク。私も日本食料理屋を台湾で食べたんだけど、こんなにサクサクな天ぷらは本当に珍しいかも。お値段が290元。お昼だったら私大体100元ぐらいで済ませることが多いから結構お高めな値段なんだけど、でもそれぐらいの価値がある美味しさ。ディズニーそばも食べていただきたい。そば大好き。そば大好き。でも多分ちょっと伸びちゃったかな。いただきます。日本にいるみたい。で、私どん兵衛大好きじゃないですか。どん兵衛はうどんだけなんかそばもあるし、鴨そばの味と超似てる。だから私超好き。これは本当にめっちゃシンプルだけど、でも味は本当に美味しい。私ハテナ料理よりシンプルな料理の方が好きかもしれない。こういう感じめっちゃ美味しい。美味しかった、うん、でももともとは本当に店員さんにインタビューしたいけど、うん、やっぱりこの撤退することコロナと関係あるからセンシティブな問題だね。そうだからインタビューできないですね、うん、今の台湾のその店屋の状況ってどういう感じなの？3店舗あるって言ってたよね。そう、3店舗がある。この店は11月の30日までですよね、うんうん、他の2店舗はもう閉めた。どこにあったの？一つは台北駅の隣が10月31日撤退した。で、もう一個は101の隣15日閉めました。新中とか、あとここの台北とかもそうだけど、いいところにすごいあるね。そうそうそう、本当に便利なところですね、うんうん、台湾の天野の Facebook 11月4日の時閉店の説明してあって、うんうん、コロナの影響 で日本の経営があまり良くないから初めての海外店で、2018年10月来たよ。最後の1件目は11月30日に撤退します。でもね、台湾はコロナの影響はそこまでないけれども、でも日本の影響があるから、うん、具材とか原料の輸入度も、うん、難しくなっちゃったんだね。そうそうそう、台湾もともと発展したいけど、もやっぱり影響があるから撤退の決定がしました、うん、台湾で店屋がすごい人気がなくなったっていうわけではないってことだね。そうそう、なんか今でもなんか毎日なんか昼の時間、夜の時間めっちゃ行列があるけれども、うん、日本のコロナの影響が結構響いてるって感じかな。で、下のコメントは全部推し、本当に大好きなお店、なんか早く開きたいとか、本当に寂しい、行かないでとか、日本のことが好きな皆さんいっぱいコメントしてる。なんか日本の時一番好きなお店とか、青く推しとか泣いてる絵文字とかがすごい多いね。そう、私たちも日本に行けないから、なんかこういう日本のお店が本当に私たちにとっては日本の雰囲気は感じられる。台湾のさ人がみんな日本料理を喜んで食べてくれるの本当にとっても嬉しかったので、ぜひまた台湾に戻ってきてくださいね。そうだね、落ち着いたらね。そう、はい、はい、終わりました。めっちゃ美味しかった。日本となんか味違ったりした？大体同じじゃないですか。そうだよね、私も思った。日本の味がそのまま台湾に来た感じだよね。そうそう、お蕎麦の味も美味しい。日本のあの店屋の味は結構みんな好きなのかな。いや絶対好き。本格の日本の味だから、うん、日本で一回食べたらまたこういう味が恋しい。懐かしい味なのかな。さっき Facebook の下に日本でも食べたことあるよってあったけど、日本に行った時に食べてみたいレストランのうちの中に入ってるのかな、店屋は。おー、入ってる入ってる。ザ・日本な感じがあるよね。
天ぷらといえばっていう感じで、そうそうそう、こんな美味しいお店が台湾から撤退する、本当に残念な気持ち。台湾では人気が落ちてるっていうところじゃなくて、まだ需要は本当はあるかもしれないよね。そうそう、また状況が落ち着いたらまた台湾に来てくださいね。あと日本でもまた食べに行きたいね。確かに。じゃあ早くこの状況収束しますように。というわけで今日の動画はおしまい。また次の動画でお会いしましょう。それじゃあバイバーイ。バイバーイ。この動画が好きならこのチャンネルしてグッドボタンを押してください。それから私たちツイッターもフォローしてお願いします。下にリンクがあります。それじゃあバイバーイ。